チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、韓国論理、VS、文化財に関する国際条約についてです。今日は、マリナが紹介したいことがあります。クリムト展、ウィーンと日本、1900の展覧会が、東京都美術館で、2019年4月23日火曜日から、7月10日水曜日まで、行われます。もちろん私も鑑賞に行きます。宣伝をしているのではありません。完全に趣味です。私は小さい頃から、クリムトの絵を見て育ったんです。だから、何年振りに鑑賞できるのです。ちなみに私のプロフィールは、ラブリー日本の概要の記載しております。皆様もぜひ、見に行ってくださいね。そういえば、昨年10月頃の話ですが、美術館、博物館で起こったありえない話をします。韓国の博物館が、日本やその他の国にある、朝鮮時代の文物、これの貸し出しをめぐって大騒ぎをしてたというのです。日本をはじめ多くの国が、韓国に貸し出しをしない、拒否をするということを言っていました。これに対して韓国の文物局は、なぜ貸してくれないんだっていうことで大騒ぎをしました。本来、韓国国内にあれば、国宝級のものが、海外に出ている、それを貸し出しないとは、どういうことだ、ということで、腹を立てていた、ということなんですけれど、日本の国立博物館、ここにも朝鮮由来の文物がたくさんあります。その中の数点を、韓国側は貸し出し要求をしていたわけですけれど、日本の国立博物館は、レンタル後に必ず返却する根拠を提示してほしい、ということを要求しました。韓国は、根拠を出せないまま、そのまま、ずるずると日にちが過ぎ、根拠を出せないでいるくせに大暴れしてるんです。ちゃんと返しますよっていう根拠を示してくれないんでは、無理な話です。どうして、そんなことになったかというと、皆さんもご存知のように、2012年に津島で発生した仏像盗難事件で、その犯人が韓国で捕まっているんです。日本から持ち出し、盗んできた仏像類は、朝鮮のものであるということを主張し、韓国のテジョン地裁が返還要求を拒否、韓国のチョンナム、ソサン市、府赤寺が仏像を所有して良いと、判決しました。結果、日本には返さないよ、っていうことになってしまったのです。キーホルダーのようなものを持ってきて、まあこれで勘弁しろ、なんていう、ふざけた行為をしていたんですよね。テレビでも流れていました。本当にありえないですよね。このようなことがあって、この情報は当然、世界中の耳に入っています。そうすると、世界の博物館とかですね。韓国文化財を所蔵した海外の博物館や美術館は、これを韓国に展示物として貸し出しするときに、いや、これ返してくれないんじゃないか、と当然疑いますよね。なので、日本も貸さない、と言っているわけではないんだけど、ちゃんとした証拠を出して、ちゃんと返却してもらえる、という証拠を出してくれと言ってるんです。至極当たり前のことでも、取り込んでしまわれたらもうそれまでですから、あとは、どうこう言われようが、自分たちで勝手に法律を作って返さなくていい、なんていう、もともと朝鮮半島のものだ、なんていうことで、保護にしてしまう可能性が、かなり高いんですね。世界の博物館とか大学に保存してある文物、これはどうなのかというと、たとえ自分たちの国以外のものであっても、貸し出しをしたら、ちゃんと現在の所有者に返すという、こういう法案を各国共通して持っているのです。アメリカや日本、イギリス、フランス、カナダなど多くの国は海外との文化交流を促進する目的で、文化財差し押さえ防止を定めた国際条約に加入、もしくは別途で国内法を制定しています。文化財侵奪の歴史を持つギリシャも国際条約に加入しています。イギリスは、大英博物館というものを持っておりますが、
当然ここはエジプトのもの、日本のもの、ヨーロッパのもの、世界中の文物が保存展示されています。当然いろんな国は返せ、なんていうことになってしまうわけですけど、これは、やはり大英博物館にあるからこそ、研究されているという考え方もあるんですね。だから、博物館から本国に貸し出しする場合、ちゃんと戻してくれというこういう条約に入っています。フランスのルーブル美術館もそうですね。当然日本も入っております。しかし、韓国は入っていないんですね。なので、文化財を取られてしまう可能性が高い今、韓国内では、この法律を自分たちも作ろうではないかと、ちゃんと持ち主に返すという法律を作ろうではないか、というふうに言っているようなんですけれど、これがあったところで韓国の場合、感情で法律が変わっていきますので、もともと俺たちの問題、返さなくていいよ、なんていうことになってしまう可能性が、法律があろうがなかろうが、そうなってしまうということですよね。そんな危ないところに、日本の博物館に入っているものを貸し出しすることはほぼ不可能なのです。フランスにある世界最古の金属活字本、直視身体溶接、1377年発行に続き、日本と台湾にある高麗仏画などの文化財についても、法律の不備により韓国内での展示ができませんでした。これについて、韓国のネットユーザーからは、自国の差し押さえ免除法の法律を作ろうに対して、本来の所有者は韓国でしょ？他国から違法に持ち出したものだから差し押さえを恐れている。それに免罪符を与えるの。展示会が開催できなくてもいいから、差し押さえ免除法は制定しないで、など同法制定に否定的な声が目立つみたいです。その他、レンタルではなく、返還するよう求めるべき。今度は韓国が日本から盗んでくればいい、などと主張する声や、日本もフランスも良心がない。情けない韓国政府は、実物を見たければ海外で、というのだろう。と嘆く声も見られました。どれもこれもです。日本から盗んでいったものを、国として犯人を捕まえて、仏像を手に入れている。それを日本に返さないこのことが、世界中の博物館なり大学に流れていってしまった結果、自分たちのやった行いが、今度は、展示会をやるときにどこの国も、何も貸してもらえないことになっているんです。これでも韓国は自国の異常性に気づかない。どうしたらいいんでしょうか。マリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。